皆さんこんにちは。こんにちは。絵をしゃべろう美術の野間人展覧会プロデューサーの熊作と一気書きの画家虎吉が絵をしゃべろうしていきます。もうすぐゴールデンウィークですね。現在東京の国立新美術館でメトロポリタン美術館展西洋絵画の500年という展覧会が開催中ですが、この展覧会に行かれる方も多いのではないでしょうか。そこで今日から何回かにわたってこの展覧会に出展されている作品について喋っていきたいと思います。虎吉さん、この展覧会はいかがでしたか？すごく良かったです。もう一回行きたいけど、ちょっと高いし、予約制でめんどくさいのででも高いといってもね、メトロポリタンまで行くことを考えれば安いんですけどね。そうですね、まあ、何回も行ったら結構お金かかっちゃいますよね確かにね。そう、若い頃は3回ぐらい行ったんですけどね。そうそう、まあ、もう一回行きたいですね。いや、あれは本当にいい展覧会だと私も思いましたね。あ、そうですか。うん、一つは結構大きな絵多かったですよね。そうですね、うん、例えばですけど17世紀の、まあ、オランダ絵画とかだと小さい絵多いじゃないですか。あ、多いです ね。だけど、はい、このメトロポリタン美術館展にあるオランダ17世紀の絵って結構大きな絵があって見応えあるなと。ああ、そうですね。はい、まあ、全体の印象としてはとにかくかなりいい絵が多かったなというか、いい展覧会だなと私も思いましたね。はい、私もね、メトロポリタン美術館の画集とかを その後見たんですけど、アメリカ結構持ってますね。いや、それは持ってますね。アメリカだからね、私行ってないので、アメリカまあチラッと、ね、チラッとしか行ってない。メトロポリタンももちろん行ってないんですけど、実際には、はいはい、所蔵作品見るとすごいっすね、アメリカの文在図書いてる。よく世界三大美術館とか言うじゃないですか。ああ、言いますね。まあ大体ルーブルとエルミタージュと、でまあメトロポリタンっていうことに大体なりますよね。あ、そうなんですか。はい、プラドとか入らないんですよね。プラドはやっぱり偏ってますよね。あ、まあそれはそうですね、偏ってるけど。はい、まあ、そのなんて博物館的な要素も入れたらエルミタージュの代わりに大英博物館っていう場合もあるかもしれない。大英が博物館もあるし、ロンドンナショナルギャラリーもあるし、ただルーブルとかメトロポリタン、はい、その両方があるんですよね。ああ、なるほど、まあそれはそうですね、ただまあどっちにしてもね、その3大の3って誰が選んだって言ったら、まあ、その根拠はない、多分ないと思うんだけど、まあそれぐらい世界で何本かのもう巨大な美術館なので、それはいい絵は確かにあると思うんだけど。あ、そういえば私今自分のホームページでそれ以上の美術館を作ってますけどね、仮想ですけど理想の美術館まだ始まったばかりで動画しか入れてないんですけど、動画と VR しか入れてないんですけど、はい、B 社から東洋まで全部網羅した巨大美術館を今作ってますよ。構想ですよ。まだ2人しかやってないから全然ダメですけどね。世界一大美術館、ね、ちょっとなんていうか、その構想は面白いっていうかすごいなと思うんだけど、ちょっと最初の2人小粒じゃないですかそう、世界の美術館にいた小粒なんですよちょっとね、だけども私がね、寝っ転がって寝床で見たい絵からやってますから。ああ、そういうことね、はい、そうなんです。それでもう、でもね、まああと何年かのうちにはできる、世界一になるはずなんですけどね。おお、なるほど。でもこういう絵は入れないと思いますね、このフラアンジェコで多分この日本でいうと仏画みたいなね。まあそうですね、本当にいっぱいありますよね、これね。ありますね。でもやっぱりまあ、この絵結構というか、この絵いい絵、すごい良かったと私も思うんですけど、はい、やっぱりルーブルとかにあるでっかいフラアンジェリコとかはやっぱりすごいですよね。ああ、忘れちゃったけど、あれか、受胎告知ですか。あれは違うか、あれはタイトル忘れたけど、なんか結構青い色がいっぱいあってね、顔がね、後輪がいっぱいついてる人たちがいっぱいいる、まあ群像なんですけど。私なんてね。私なんてね、はい。あ、どうぞどうぞ。いや、こんがらがっちゃうんですよね。町ブエでしたっけ、町ブエとか。島ブエね。フランジェリ。え？
チマブーエ。あ、チマブーエだ。チマブーエとかフラアンジェリコとかジョットとかね、みんな一緒くたんで、いわゆる前期ルネッサンスというか、初期ルネッサンスの人たちね。そうですね。大体あれですもんね、正直あの、主題があんまり馴染めないですもんね。馴染めないです。もう分からない。これぐらいだったら、まだキリストの竹ぐらいだったら、なんとなく、それは一応そこまでは分かりますけど、他の主題になってくると、もう分かんないですもんね。分かんないです。まあ、あと聖母子像は分かりますけどね。そうそうそう。だけどまあ、本当にね、愛多くて、もう日本の仏画もそうで同じですけどね。内容は分かんないけど、瞬間的にすげえなと思って、まあ、宗教心が刺激されるというか。メトロポリタン美術館の第1室にもいっぱいありましたよね、同じような絵がね。あ、ありましたね。はい、まあ、その中でやっぱこの絵光ってた、まあ、さっきも言ったけど、金色だからかもしれませんけど、確かに。この絵良かったですわ。金色だからじゃないと思いますよ、やっぱりこれ。前も言ったかもしれないけど、この黒いポイントっていうんですかね、天使とかこの下の。はいはい、それが天才的ですよね、うん、やっぱりこう。そうね、この黒のポイントっていうのは本当に難しいっていうか、うん、これって考えてやってるのかなと思っちゃうけど、ああ輝いてましたね、うん、そうよく見てみるとこの馬もうまいですね。これ馬の並びが結構面白いっちゃ面白いですけどね。うん、面白いですよね。重なってるんですよね。これパッと見たらなんかわけわかんないけど、まあよく見たら下の方にマリアがこうね、気絶してみたいな感じで。ああ、そっか、うん。まあでも本当これ細部見ても結構面白いと思いますよね、確かにね。面白いですよね。私もね、この会場を何度も行ったり来たりしたんですけど、うん、ここに何回も戻りましたね、フラアンジェネコのところに。ああ、そうですか。だけど、今はまたこれ、馬が書いてあるとかいうのは今気がつきますからね、その時ももちろん書いて同じ、馬とか考えなかったな、何見ていたんだろう。いや、それね、確かにそうなんですよね。現場ではね、なんかあんまりそういう意識なく、こういい絵だなとか、すごいなんかこう、例えば金色がすごいなとか、そういう感じで、こうあんまり細かいところに気づかないですよね。そうです。うん、気づかないですね。その図柄というか、何が書いてあるかっていうのはあんまり見ませんね。そうそう、見えてこないですよね、あんまりね。うん、はい。まあちょっとかっこよく言うと、その前に見えるもの、感じるものがあるみたいな感じですかね。そうそう、絵だから、みんな絵だから。そうそう。極端に言えば、抽象画と具象画と、まあ、そんなに差なく見れるっていう。抽象も具象もゴッホもね、うん、もう全部なんてみんな一緒くたに見えますからね、そうそうそう、平面としてね。うん。それはありますね。はい。では、次の絵を見ていきましょう。これですかね、父屋の。この絵も後で調べたんですけど、いっぱいあるんですよね。ああ、バージョンが。はい。ああ、そうですね。このヴィーナスとアドニスというテーマでね。有名なのは、うん、マドリードのプラドと、うん、ロンドンナショナルギャラリーでしたね。ああ。この絵は全然相手にされてません。メトロポリタンの絵は相手にされてないんだけど。ああ、そうなんですよね。っていうのは、プラドとかの絵はずっと大きいんですよ。はい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 、なんですよね。そうなんですか、はい、大きさ見、あ、これ小さいんですか、これでかく見えましたけど、ね、今回トラキさん多分注目してなかったけど、ベラスケスの絵でオリバーレス伯侯爵っていうちょっとおデブちゃんの偉いさんが馬乗ってる絵あったでしょ、はい、はいはい、あれもあれもプラドのやるやつ、あの3倍ぐらい高さがある。あ、そうなんですか。あれも結構大きな絵だけど、あれの3倍ぐらいあるんですよね。でも小さな方を、うん、その画家が真筆で描いてる可能性が高いですよね、うん、普通はね、普通はそうなんですけど、ね、まあこの絵は何とも言えないですけど、例えばベラスケスのこの絵のでも、はいはい、エラスケスの例で言うと、はい、
やっぱり王宮にかける絵はベラスケスが描いて、でかい絵ね、はあはあはあ、それのレプリカみたいなのを、まあ、弟子が描いたとか、まあ、工房でベラスケスがある程度のことを描いて、あと仕上げを弟子にやらせたとかあるみたいですよ。あ、小さい方、ね、なんか工房って書いてありましたね、あの絵ね、うん、ベラスケスは小さい方が工房っていうのもあるんですよね、うん、でもこの絵良かったですよね、この絵ね、私は良かった、良かった、はい、本当色も良かったし、私なんかこれナンバーワンだと思って、今回のメトロポリタン美術館のナンバーワンだと私は思っちゃった。この背中すごい、まあ、私あの、ね、うん、私背中の画家なんです、自分で言ったのにあのね、あの黒キー界で私いつも端っこにいるから、背中が多いんですよ、あ、モデルさん背中ばっかりなんて私書くの、うん、背中がばかり書いてることになっちゃったんですけど、うん、結果として、うん、いやこの背中にはびっくりしましたね、この今回この複雑に書いてますねこれね、うん、いや素晴らしいですよこれ、あの女の人の背中ですよね、若い女の人の足がちょっと短いような気がした、足がちょっと変だなと思いましたね私この絵は、うん、左足が、あ確かにね、うん、ずんぐりしてて、それはある、それに対して、うん、この足は全然ずんぐりしてんだけど、この背中はすごいですね、これ人間の背中ですよね本当に、うん、足はなんか本当に人形みたいに見えるけどマニキンみたく、そうね、特に足の裏とかねそう、右足はまで、左足なんかちょっとこれひどいなと思う、これ本当にベラスケスやティアの方と思っちゃったぐらいなんですけど、うん、いや図版で見たら限り、あのプラドとロンドンナショナルギャラリーの左足は良かったですけどね。あ、本当ですか。はい、うん。いや、それはちょっと本物見てるわけじゃないから、あ、うん、本物見たんだけど、私も若い頃見たんだけども、うん、記憶だなので、うん。いや、この背中すごかった。確かに。今回の。またこれを見に行きたいんですよ、私。もう一回行きたいっていうのは、この背中を。ああ、なるほどね。うん。素晴らしいですよ。ということで、これが今回の展覧会でベストワンですか。私はね、うん、私はこれがベスト、この背中が、ね、うん、これひねってる、体ひねっててね、うん、引き止めてるわけでしょこの人をね、そうですね、狩りに行くなって言ってるんですよね、うん、引き止めてるんだろうけど、この体ひねってるこの動きというか筋肉というかね、確かにすごいなこの背中、うん、確かにね、折れましたね、お、これもう一回見に行きたいんですよね、この絵あれですもんね、あのポスターとかには使われてないですね、ポスターとかやっぱりそうですね、ラトゥールとかカラバリ、ラトゥールでしたねやっぱりああいうな、やっぱりああいうなんて言うんだろう、占いとかちょっと面白いですよね、あの、うん、そうですよね、あのごまかすなんか詐欺師みたいな話でしょ、あ、そうですね、女占い師って、あのタイトルもまあ後からつけたやつだから何とも言えないけど、まあ要はそうですね、物を取っちゃう、そうですね、顔の目が横、あの目横向い、目、そうそう、目玉がしますもんね、面白いですよね、アイウェイはね、アイウェイ、でも私なんかに言わせたらもう全然いやそれ別にラトゥールさんの絵も素晴らしいけど、うん、この背中すごいなと思っちゃった。なるほどね。これ、うん、誰が見たっても、例えばロダンなんかの鏡だってこれ簡単すると思いますけどね。そうですね。やっぱり、実はあの、まあ、ラフの、あの表現、はい、表現がまあすごいっていうことで、まあ、一番よく言われるのルノワールがすごい尊敬してたって、ね。ああ、ルノワールベタ褒めですよね、ベタ惚れ。ね、うん、いや、まあ、ルーベンスもですけどね、ルーベンスも、もう、ティティアーノ神様のように、はい、そうそう、でも、もう私たちに言わせると、まあ、美術だとかアートだとか、もういろんな難しいこと言みんな言って、もう現代アートなんてわけわかんないことやってるけど、この背中見たら、もう、これが美術じゃねえのって私なんか思いますけどね、うん、なんか頭のいいやつらがいろんなことやってるけど。なんだよあれと思っちゃうけどな、わかんない、まあ、それは感じがちょっと違うとは思いますけど、ね、いやそれ好き好きですからね、もう本当に好き好きの世界だから絵は、そう、ね、勝手ですけどね、そうそう、いやすごいなこれ、本当にすごい、うん、
確かに、まあ、背中だけでもすごい楽しめますよね、これね。そうですよね、まあ、この子供とかね、可愛いしね、うんうん、犬とかもお上手ですし、まあ、どこ見たって火の打ちどころはないんだけど、惚れますね、この背中には。うん、なるほど。本当に見れば見るほど、また見に行きたくなっちゃうな、本物をな。うん、これがたった今、東京の六本木の電車で行けるところにあるんだですからね、奇跡ですよ、本当に。まあね、できたら西洋美術館に1点ぐらいあったらいいなっていう感じはありますけど。いや、そうですね。背中ね、ベラスケスにも傑作あるしな、ルネスにもあるけど。そうね。いや、ロダンもいいのはありますよね。いや、それはドガもいっぱいあるし、それそんなことある。いや皆さん素晴らしいですよ。やっぱ誰だって見たって、それあの背中だって実物の人たちも背中だけは出してますよね。女優さんたちもね。それに水泳の選手とかね。ああ、すごいですよ。綺麗ですよ。はい、背中綺麗で。大体動物は背中が表なんですから。これ私の主張なんですよ。そうです。背中が動物はみんな背中を出して歩いてる。まあ、あの 話違いますけど、はい、中年のおじさんも背中で語るって、人生を語るっていうのありますけどね。ありますね。裸じゃないけどね。そう、あのね、あの三船敏郎の映画ね、はい、あの用心棒もね、背中が色っぽいとかね、よく言われてましたね。まあね。まあ、この絵はおっしゃる通り、このヴィーナスの背中は、うん。本当に飽きない。これはね、本当に見物で、これの実物が見れるんだから素晴らしいと思います。はい、綺麗、本当にうまいな。これ絵で描いてあるんだからね、一筆一筆ね、筆で。ですよね。うん、おまけにまあこれがいっぱいあるわけですからね、バリエーションいくつかいっぱいでいくつか知らない。ああ、そうなんですよね。ね。そう、でもね、私のまあ図版で見たところではメトロポリタンが少なが一番いいんじゃないかな。ああ、そう。プラドやれ。ナショナルよりもこっちの背中の方がいいかもしれない。いや、分かんないですよ、ね、それはね、一つはね、物理的にあり得ると思うんですよ。はい、例えばこれの3倍あるわけですよ、プラドとか。そんなにでかかったら、はいはい、緊密な絵描きにくいんじゃないかなって気もしないではないですけどね。3倍もあったんじゃね。うん、だから、これも等身大じゃないんですよ。だからね、ちょっとちっちゃいんですよね。小さいですよね。うん、そうですね。そう、でもこれぐらいの絵が一番こう細部も含めていろいろ見るのに楽しいかもしれないですね、大きさ的に。そうですね、うん、そうですね、うん、で今回の展覧会ですごいと思ったのは、はい、このサイズの絵いっぱいあるんですよね、まあ、他の画家も、はい、みんなだから非常にこうなんていうの、あのちっちゃいとやっぱりちっちゃいなって思うんだけど、その大きある程度の大きさがあって見応えがある絵が多いっていう意味で展覧会のレベルが高いかなという気はしましたね。ああ、そうですね、うん、私も本当びっくりしましたよ。だって美術史、まあ美術史ですね、あの絵画史ですね、ヨーロッパ絵画史が全部並んでますからね。そうですね、うん、レンブラントもあるんだもんね、本物が。でレンブラントもそこそこ大きいんですね、あのフローラもね。あ、大きいです、大きいです ね。じゃあちょっとこの父親のはまあこれぐらいにして、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。コメント、ご質問お待ちしております。